はい、皆さんこんにちは。りなです。どこです、ディブログです。今日は姫路にいます。暗くなってきたので夜ご飯タイムになります。姫路駅です。あそこ。JR 姫路駅。めちゃめちゃいい感じだよ。これ駅出てすぐまっすぐを見ると姫路城があるから。すごいよね。こっちが JR 姫路駅。設計が抜群だよ。ちょっとカメラで映ってるか分かんないけど、あの奥にライトアップされた姫路城が映ってる。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ではでは食べに行きましょうか。いろいろお店が揃ってるから名物をたくさん食べたいなと思う。ということで今日は姫路の夜を楽しもうということで、はしご酒をしたいと思います。はしご酒の意味分かりますか？分かりません。はしご酒とは居酒屋を転々として何軒か回って飲み続けるまで飲むという。では今日はしご酒で1人1軒1000円まで。あ、だったらいいよ。それで行きましょうか。でもそれは潰れないよ。だから2人で1軒だから2000円ね。1000円1000円の2000円、1軒2000円までで、2000円使い果たしたら次のお店に行くという。だからそれで10軒行けばいいでしょ。10軒何軒行けるか。10軒名物いっぱいありますからね。姫路といったらまずはおでんとかかな。ああちょっと調べながら、わかんない。飲みながらちょっと調べながら、何が名物か調べながら行ってみましょうか、まあはい、ちょっと駅前に居酒屋いっぱいありそうなので、はい、行きましょう。はしご酒行きたいと思います。ということで駅出てすぐのれん街があります。あと、めっちゃいい匂いしてきた。すごいうまそうな匂いしてます。早速うまそう。お一緒じゃん。一緒ですね。どうする、最初からここ行っちゃうか、とりあえずおでんを食べに行くか。おでん行こうか、まずは。おでん、おでん。あの、食べれない時に食べるのか。ないかな。おでん串カツのお店。じゃあここに行きましょうか、一発目。はい。2名、はい、あ、おでん7点盛りがある。選んだ方がいい。何が欲しいか。いや、私選ぼっか。俺、こんにゃくが欲しい。卵うまそう。卵とあれ大根が欲しい。卵大根こんにゃく白滝。いや、もう多分それでね、予算オーバーです。嘘。次のお店です。と生と、はい、梅酒のソーダ割り。ちなみに、うん、2000円予算がめんどくさいよ、うん、今から計算しなきゃいけないから。いや、今大体もう2000円ぐらいいったと思います。だからダメです。あ、はい、ありがとうございます。梅酒のソーダ割りになります。生になります。はい、ありがとうございます。ではでは乾杯。1軒目に乾杯。姫路に乾杯。はい、ありがとうございます。あー、うまっ。おー、うそ。ありがとうございます。生姜汁かけてお召し上がりください。はい、うっそ。見て見てたか、お城になってるよ。お、すごいじゃん。姫路城だよ。こんにゃくが姫路城になってる。では、大根めっちゃうまそうだね。絶対味吸ってるよ。姫路のおでんはこれ、生姜醤油をつける。味噌じゃないんだ。いや、それは名古屋でしょ。味噌おでんが全国主流じゃないんだ。違うよ。ここに書いてあるね。白状の生姜醤油を振ってからおでんにかけてください。はい、かけてます。はい、こんな感じ。おお、めっちゃ、あ、いい感じ、いい感じ。じゃあこれちょっと。この大根絶対うまいよ。おいしそう。これは抜群に合うよ。生姜と大根にその出汁が効いてること。うまそう。この姫路こんにゃく。おい、姫路城を壊すな。え、一気に食べる。やば。うんうんうん。一気に食べた。この生姜醤油うまいわ。おいしいよね。うん、あの、うん、味噌より美味しいよ、うん、味噌と同じぐらい美味しい。味噌より美味しいよ。生姜がめっちゃいいアクセントしてる ね。じゃあちょっと卵を食べて。じゃあ俺ごぼう天。うーん、うん、うん、ごぼう天美味しい。あれ、チカみたいなやつで、うん、これは酒が進みますね。めちゃめちゃあの味が染み込んでる。俺もこのタレにダバッとつけて。卵見えます？卵もう黒くて見れないね。めっちゃ味吸ってる。卵いいよね。これめっちゃ濃いよ。名古屋飯より味濃いぐらい濃いよ。え、姫路飯ってこんな味濃いの？うお、うまっ。ラスト大根ですけど、いいですか食べて。あ、
あぶれ、大根が一番うまいかもね。濃い。うわ、生姜醤油、濃っ。飲まない方がいいよ、濃すぎる。あ、本当だ。ね。おー、うまっ。なくなってしまいました。はい、次のお店に行くも。はい。ごちそうさまでした。はい、予算オーバーだったよ。では、いくらでしたか。2500円だった。え、本当に。ああ2500円。ああ、なんかテーブルチャージ200円ずつだった。あー、それはもうなしだよ。じゃあ2000円じゃん。ちょうどそれ引いたら2000円でしょ。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はい、では次のお店どこにしましょうか。お、焼き鳥とかうまそうね。丸政屋。お、緑の焼き鳥売ってる。ここにしますか。 Yes。 丸政本店。ソーダ割りをください。僕生中で、はい、今レナさん梅酒ソーダ割り、これ生中、うん、これで500、500の1000円です。うん、でしょうね。で、ちなみに姫路名物のひねぽんっていうのがここにあって。ひねぽんって何。いや、わかんない、詳しくはわかんないけど、さっき調べたらひねぽんがね、名物らしいから。あ、750円ひねぽん。だから残り300円ぐらいをこの焼き鳥の中で300円分ぐらい食べようか。そしたら2000円ぐらいになるんで。はい、ありがとうございます。乾杯。乾杯。姫路の2軒目に。ハイボールですか。おお、さっきと違うビール。アサヒスーパードライ。さっきブレモルだったんで。このお飯も違う、美味しいよ。うまい。ちなみにドイツでもはしご酒の文化はありますか。バーホッピング。ああ、ある。まあでも飲む目的だけど、本当にこう一個のバーから次のバーでなんか一杯ずつを飲んで次のバーに行くみたいな感じあるよ。海外は本当にあの別に何にも食べずに本当に飲む飲む飲む。来ました。ひねぽん。うまそう。ああ、ありがとうございます。うわ、すごい梅。うまそう、梅。ささみ梅。これもめちゃ美味しそう。もも肉。めっちゃ酸っぱいけどめっちゃ美味しい。もももうまそう。そうだよ。全部食べたよ。死ぬかと思った今。梅が全部。あー、死ぬかと思った。あ、でもこれももも うまいわ。もも肉。めっちゃ柔らかくて美味しい。もも肉の方がうまいかも。甘辛のタレで、タレの味も美味しい。じゃあこれ。ひねぽん。なんか姫路の人生姜が好きだね。めっちゃ噛まなきゃいけない。串と比べるとすごく硬い。うわ、うまいよ。生姜の香りも強いし、ニンニクも入ってるじゃない。うま、ビールに合うわ。噛めば噛むほど美味しいんだけど、もう顎が疲れてきた。見た？歌舞伎？歌舞伎やってます？この人。こうやって。歌舞伎やってますか？No。めっちゃファイヤーしてる。めっちゃファイヤー。めっちゃファイヤーしてる。やば。すいません。社長いくらでしたか。2800円。テーブルチャージは600円。あ、じゃあ2200円か。 Yes。 まあまあまあ 10% 1個オーバーだよ。まあいいんじゃない。はい、ということで今2軒行きましたが、お、明るね。3軒目どこにしましょうか。さっきの一番最初に見たところはめっちゃ美味しそうだけど。はい、ということで一番最初に見つけていた浜焼きのお店に戻ろうと思います。行きましょう。あ、タイ料理もあるね。あ、
姫路のタイ屋台ということで、ここの丸上丸城水産アナゴ、ちなみにね、姫路アナゴ有名なんだって。そうはい、ありがとうございます。乾杯。はい、ありがとうございます。おー、はい、ありがとうございます。今から気をつけさせていただきます。はい、あんまり言いました。じゃあ焼き牡蠣いきますか。うん、もう全然2000円超えてますけどね、予算。もうだから最後のお店だから。じゃあ今日はボーナス、夏のボーナスということで。牡蠣なんですけど、はい、下の平らな面から5分焼いていただいて、はい、5分経ったらひっくり返してこちらの面5分焼いてください。はい、あ、わかりました。5分、はい、お願いします。あ、これ美味しそうになった。食べよう食べよう。何個お水にすればいい？あ、これ美味しいよ。おぉ、うまい。何、ビールの代わりをしようとしてるの？2000円だよ、2000円予算だよ。教えてあげましょうか。もう予算は超えております。お、タイマー投げました。はい、いいことをやったら、うわ、ひっくり返して5分、5分スタート。ビール来ました。乾杯。かっこいい。お、かっこいい。でも話のやりました。お、社長やってくれますか。はい、できますか。慣れるかわからないの。本当に暑いよ。両方についてるよ。話をこうバーって、この議論にな毎日中の違うおいしい。簡単に焼けた。おいしそう。うわ、熱っ。レナのやつの5倍ぐらいでかい。食べたい？大丈夫、まだ2個ある。乗せるよ。いいよ。え、これ向き大丈夫？わかりません。これ反対でしょ。これこっちを最初に焼いてくださいってこと。でもわからないよ。だからこっちでしょ。見てください、プリプリ。いただきます。うん、まっ、最高。こちらそのまま食べれます。すごいじゃん。アナゴも来ました。もう切っちゃったけど超でかい。いただきます。ちょっと脂が多いかも。なんかもうちょっとカリカリに焼いてくれた方が、これ多分好みの問題だと思うけど、ちょっともうちょっとカリッと焼いてくれた方が好きかもしれない。なんかうなぎもさ、カリカリ派とさ、ふわふわ派の人いるじゃん。でも俺とレナはさ、カリカリに表面焼いてもらったうなぎが好きだから、臭みとかは全くないけど、ちょっと脂がこうプリプリっとしてて、脂が乗ってる感じ。最後の一口。熱この上熱もう3軒目ですからね。魚酔っ払ってます。よし、最後の店行こう。これ最後の店だ。締めのお店行きますか。皆さん、最後のお店なんですけど、締めのラーメン行きましょうか。締めだよ。行きましょう。ごちそうさまでした。はい、帰りましょうか。はい、ラーメン行きましょう。なんかコミュニケーションミスだと思うけど。だいぶ真っ暗になってきましたね、姫路駅も。まあね、でも姫路城はまだ光ってるよ。お、ここだね、この栄通り、南町栄通り。あ、ここ新政権。うわ、めっちゃ老舗っぽい。なんかいい感じに地元の人が来そうな。いいです。中華そう。餃子すごい食べれるね、4軒目で。やばいやつだよ。いつも食べないって言って、皆さん見ててください。一口しか食べないって言って半分ぐらい食べますよ、いつも。一口。あ、いただきます。うまそう。うわ、めっちゃさっぱりしてて、うまそうだね。これはなんかさっぱりして食べれそうだ ね。めっちゃさっぱり、うまそうだね。うん、美味しいですか、社長。イエス。塩チキンラーメンだよ。これで社長もやっと日本人になれましたね。はしご酒4件して。うん、さっぱりして美味しい。餃子8個入りで、餃子いくら？400円。安すぎる。うお、うまそう。
2020年からちょっと一回店に見つけたら帰ろうみたいなことがよく、うん、あるらしい、うんうん、さっぱりしてうまっ、うん、町のラーメン屋さんって感じ、うん、あれが美味しい、うん、何言ってた、これ私の一口、何言ってた、もうこれ動画で撮ってないところ合わせて5口目ぐらいだよかもしれないね、はい、うん、食べましたね、全部1000円、ラーメンと餃子で1000円です、どうしたの、最後のお店は予算通りでしたね、そうだよ、 お酒なかったからね、酔っ払いさん、はい、ということで最後どこの店行きましょうか、デザート、コンビニはい、社長がデザートをいっぱい買いました、見てください、これ社長がお茶を買ったよ、タカがなんか甘い飲み物とプリンを買いましたよ、だからデブのがそっちの方だよ、お腹ポンポンに食べましたね、だよね、姫路堪能しましたね、姫路飯、今からタクシーに乗ってホテルに帰って、レナさんは帰りましょうね、俺はもう3軒行って帰ります、なあ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 、ということでなあなあなあ、また明日の朝会いましょう、なあなあなあさよなら、はい、この動画はここで終わりにします、楽しかったならぜひいいねボタン押してください、チャンネル登録もよろしくお願いします、ではまた次の動画でも会いましょうね、バイバーイ、バイバーイ、おいたか。